って、はい、詩に関してはどうですか秋元さんは、まあ、作詞家だって詩に関してはやっぱりその、うん、みんなよくねその、うん、おっさんがよくそういう高校生とか大学生のことを書けますねって言われるんですけど変わってないんですよね、うんうん、ね変わってないじゃないですか僕らが、うん、逆に書けもっと書けますよねそうですねだからつまり僕らの頃は、うん、僕とかテリーさんの頃は、うん、その好きな女の子がいたらラブレターを渡すわけですよね、うん、そのラブレターが今の子たちはそれがメールだったり LINE だったりすると、うんうんうん、でそれでもああ LINE こっちから送ったのに声帰ってこないなっていう気持ちは僕らがラブレターを待ってた、うん、返事を待ってた気持ちって変わんないですからね、うん、だからそのツールだけが何今の時代何なんだろうとか、うん、だから僕らが、うん、五木ひろゆきさんの小説を読んでたのを今の子たちは何を読むんだろうとか、うん、僕らが、うん、拓郎さんや陽水さんの聞いてたのは、うん、今の子たちは何をね何に音楽は影響を受けるんだろうとかっていうことが、うん、そのままですよねそうですよね、うん、だからそれ逆に僕秋元さんがあと 10歳年を取っても、うん、もっと逆にピュアな気持ちになれるかな。そう。だからね、この間テレビ見てたら、テリーさんが、うん、テリーさんが同級生とね、うん、一緒に出てる番組があって、テリーさんが、もう昔本当にまるでね、もう海だ、スキーだって遊んでたっていう。でもそれはもう今の子たちとまるで変わんないですもんね。もう本当にそうですよね。全然変わんないでしょ夏になりゃさ、サーフィンあったりして、うん、まあ夏の終わりになると、おい、今この時期やっぱ軽井沢だな、つって。軽井沢行った方がかっこいいんじゃないかと。だそのね、口調がね、うん、もう本当にね、10代の少年のね、うん、そのもうどう考えてもおっさんなのよ初老のおっさんが、ねうん、伊藤はこうだったよなっていうのがね、うん、あれ良かったですね、なんか秋元さんなんか見せてくれて、うん、この前もなんかね、うん、あ良かったよって言って